綺麗な金魚、可愛い金魚、夢の中で。なあ、これどこで見つけてきた？どこ？どこ？どこ？リカルド君、算数ですよ。A culpa é deles, eles que fizeram。もう意味わからん。日本語喋れ。このストーカー、警察呼ぶで。この地域にテーマパークができたら、これ完璧なんだよ。この金魚屋に行って、立ち退きの話し合いをしてくれんか。私ですか？ああ何すんだよ、おい。何でもするで。やめろ。金魚屋やめろ。お父さんがもう。家がないんですよ。お願いします。お国に帰ったらどうです？どうしたの？あの金魚。お母さんが言ってた。あの子どこに住むんだよ。あの金魚はな、うちの未来がかかっとんねんぞ。おじさんそれ欲しいな。あんなもい。このテーマパークのシンバル、青い金魚。だって子供なんだからさ、やめなさい。これがないと私がクビになんの。まさにこれぞ金魚パーク。市長呼んで、市長。うわ。タン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 。復讐はアートなのよ。あれあれあれ。この金魚は王子様の金魚なの。え？王子様は天国へ行く前にあることをお姫様と約束をしたからです。毎日毎日お祈りをしたんやって。リカルドが合わせてくれる？約束。約束。あら、